シド中継局は、香川県佐抜市の大屋山に置かれていた、アナログテレビジョン放送の中継局である。この中継局の電波法に基づく放送区域は、香川県佐抜市の一部である。具体的には、鴨部川の内川口から増田を問い、そこへ合流する、地蔵川の市立天皇中学校裏山にかけての、南北に細長い一帯と、津田湾の湾岸一帯にあたる。 この中継局の名称は、シド中継局となっているが、ここから旧シド町の中心部は、地形の影響から全くカバーしておらず、逆に、旧津田町のほぼ全域をカバーしているほか、旧寒川町や旧長尾町の各一部も、放送区域のエリア内となっている。この中継局もデジタル放送開始に合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆる、 穴穴アナアナ変換の対象となった。2006年7月1日より対策を開始、翌8月9日に旧チャンネル停波し、新チャンネルに移行した。対象となったアナログチャンネルは NHK 教育の一派。対策世帯はサヌキ氏の一部約630世帯である。停波された旧アナログチャンネル 45CH は近鉱山送信所で、 NHK 岡山教育テレビのデジタルチャンネルとして使用されている。また、これに先立って周辺中継局で行われた穴穴変換に伴う受信対策も2度にわたって行われている。一度目は、佐抜白鳥局の穴穴変換によって2003年6月25日から7月30日に行われた受信局変更及び共同受信施設接続等で対策世帯は サヌキ氏の一部、約169世帯である。二度目は、木梨局の穴ナ,ナ変換によって2004年3月5日から4月8日に行われた受信局変更で、対策世帯は、サヌキ氏の一部、約50世帯である。NHK の送信施設民放の送信施設、この中継局は、デジタル放送には対応しないため、アナログ放送低波と同時に廃局になる。 そのためアナログ放送でこの中継局を受信していた。世帯はデジタル放送以降により、前田山、小戸島局あるいは金鉱山のいずれかを受信するようアンテナの向きを変更する必要がある。この地域はアナログ放送においては山陰などの地形的要因でゴースト障害が発生するなど、それら周辺大規模送信所を良好に受信できない場所が多かったが、そもそもデジタル放送では、 ゴーストの影響は全く受けないため、ある一定以上の受信レベルさえ確保すれば、通常の視聴が可能である。中継局は、佐抜市の旧市道町と旧津田町の境に位置する大谷山の北側の峰に存在する。アクセス路は旧市土町側であるが、そこからは自動車類の通行できない登山道であるため、何人も麓から中継局まで徒歩で登らなければならない。 施設は南側に NHK 単独施設と北側に民放共用施設の2カ所がある。NHK 高松が総合テレビと教育テレビを送信している。送信設備はすべて総合、教育共用で、送信アンテナも共用の4リットル総ループアンテナ1段4面。受信アンテナは90度コーナーレフレクターアンテナで前田さんを受信している。RSK 産業放送。 OK 岡山放送、KSB 瀬戸内海放送、RNC 西日本放送、TSC テレビ瀬戸内がテレビ放送を送信している。受信アンテナを除く送信設備はすべて全社共用で、送信アンテナも共用の 4D ナイポールアンテナ2段3面。受信アンテナは各社が12素子あるいは8素子のヤギ、歌アンテナで金鉱山を受信している中、 KSB のみは90度コーナーレフレクターアンテナで NHK と同じ前田山を受信している。ただし、この前田山は NHK にとっては親局であるが、KSB にとっては中継局である。とはいえ、開局直前の1984年9月30日までは、KSB も NHK と同様に前田山が親局であったほか、現在でも演奏所から直接、 STL で結ばれているため、他社が単なる中継局として扱っているのとは、システムが異なっている。ありがとうございます。